ジョージ・ラムは、香港出身の歌手、俳優である。エンペラー・エンターテインメント・グループ、ミュージック・アイコン所属。主に1970年代から活躍している。妻は、サリー・エエ。青年時代にバンドを結成してデビューするが、解散後に、アメリカを放浪し、ポップス感覚を身につけ、シンガー・ソングライターとしてデビューして、地位を固める。サミュエル・ホイ。 テディ・ロビン・クアンと共に香港ポップスのパイオニアの一人として活躍する。代表曲は、欠託、葛色成功、カイシ始振動、アーラム日記、最愛、心的監視など。1976年、香港にて EMI の契約に署名指導者の歌手になった。同年に、初の英語アルバム、ラムでシンガーソングライターとしてソロデビュー。 1978年には初の関東語アルバム隠し確保をリリース。1979年の YMCA 構築機は日本のテレビ番組などで YMCA 変態体操として紹介されと聞こえる。これが契機となって同年に日本の東芝 EMI から外国局のカバーのみを集めたアルバムが発売された。また一方では数多くの映画にも 俳優として出演している。ありがとうございます。